ドジャースのフレディ・フリーマン内野手の妻チェルシーさんが4日にインスタグラムを更新し、入院していた三男マックス君が回復したと報告。退院して自宅で兄弟たちとコミュニケーションを取る動画を公開した。チェルシーさんは、病院のベッドで笑顔を見せるマックス君とフリーマン夫妻の写真を投稿。小児集中治療室での長い8日間を過ごした後、私たちは正式に帰宅しました。マックスにとって、体の強さを取り戻したり歩き方を学び直すまでは先が長いけど、私たち家族が再び一緒になることに、とても感謝しています。この奇跡を起こしてくれた神様、ありがとうございますと綴った。マックス君はギラン・バレー症候群を発症。急に手や足に力が入らなくなる病気で、フリーマンは7月26日からチームを離れ、看病に当たっていた。ロバーツ監督は3日には、フリーマンが5日から始まるフィリーズ3連戦中に復帰する可能性を口にしている。退院したって、まだ歩けないみたいだけど、笑ってる。よかったー。よかった。退院したようでよかった。マキシマス君、家に帰れたの？ひとまずよかった。まだしばらくリハビリが必要なのね。どうか回復しますように。頑張れー。退院できたんだね。よかった。フレディファミリーとりあえず一安心。フリーマン宅で子供たち3人の再会映像にうるうるしちゃう。よかった、マキシマム君にメドがついたんだね。フリーマンにぜひ暴れてほしい。今月レッツも帰ってくる。フリーマンが戻ってくるのはありがたい。ドジャースの得点能力が上がる。頼むぞフリーマン。マックス君退院したのか。よかったなフリーマン。フリーマン夫妻もほっと一安心かな。フリーマンご家族、ひとまずよかった。まだまだ大変だろうけどとりあえずよかった。